それにアニアキングダムのことをみんなに知ってもらいたいから、もしかして、あ、あれはそう、カワウソのルッタ君も遊びに来てくれたんだ。元気いっぱいだね。アニアキングダムはタカラトミーチャンネルで全話放送されてるんだって。僕たちもよく見てるよね。そしてお待ちかねの、もしやもしや、そして今日はなんとなんとサンサンキッズ TV のサンサンも来てくれているの。わあ、嬉しいよね。せーの、サンサン。そう、僕です。サンサン、サンサン、こんにちは。みんな、コマンタレブー、サンサンだよ。コマンタレブー、みんなにご挨拶もしたんだ。ゆきお姉さん、会場のみんな、よろしくね。よろしくね。ステージでは何をして遊んだの？ゆきお姉さんがクイズを出してくれて、みんなでクイズ大会をしたんだ。みんな準備はいいかな？ルッタ君には負けないぞ。お、サンサン強気ですな。まあね、いろんな問題があったけど、僕が悩んだ問題はこれ。ゴリラのボス、シルバの名前の由来は何バッグでしょう？1、ゴールデン。2、バナナ。自分が食べたいだけでしょ。ヒントは背中の毛の色だよ。答えが分かったお友達はグッドボタン、作って書いて投稿すると、いいね、コメントもらえちゃう。遊ぼうサンサンキッズ。シルバーは背中の毛の色が銀色だよね。みんなは分かったかな？ルッタ君はさすがに分かるよね。ありゃ、みんなバナナの方に行ってるけど、ルッタ君迷ってるね。ルッタ君は2番、サンサンは3番にいるね。答えを発表したいと思います。答えは3番、シルバーでした。サンサンおめでとう。サンサンすごい、いつもアニアで遊んでるからね。みんなもアニアキングダムのシルバーの背中よーく見てみてね。もっとクイズで遊びたい。足音が。何？どうしたの？もしかして、みんなも隠れて、ダークフレームが来たよ。ダークフレームだ。動物の住む地を奪おうと動き始めたんだって。怖い怖い怖い。どうしよう、ルッタ君、サンサン。怖くて震えちゃった。みんなが楽しそうにしているからついてきちゃったの？なんだ、一緒に遊びたいだけだったんだね。大きくて怖いけど、本当は仲良くなりたいのかもね。かわいいやつめ。ダークフレームがクイズを用意してくれたんだ。おお、受けてたどうじゃないの。なになに？ダークフレームは何の恐竜でしょう？1、ティラノサウルス。2、ティラノサイナス。3、メロキラプトル。あの有名な強い恐竜だよ。リコーン、わかっちゃった。僕はちょっと悩んじゃった。正解しないと食べられちゃいそうだね。サンサンもルッタ君も迷ってる。1か3だと思うんだけど。シンキングタイム終了。ルッタ君は今3番にいるね。そしてそしてサンサンは1番に行ったんだね。では答えを発表します。答えは1番、ティラノサウルスでした。ルッタ君、ちょっと難しかったもんね。すごい、サンサン大正解。サンサンおめでとう。ダークフレームはティラノサウルスっていう恐竜なんだね。いや、やっぱりクイズって楽しいね。もっとクイズで遊びたいね。クイズもいいけど、お歌もいいんじゃない？歌ということは、アニアキングダムのオープニング、みんなで元気いっぱいに歌ったよ。ミュージックスタート。僕たちが実況しているアニアキングダムの中では、歌詞付きで歌ってるよ。みんなも歌って覚えてみてね。サンサンノリノリに。ルッタ君とダークフレームもノリノリだね。それではみんな、
の動物たちがいっぱいいたんだ。アニアキングダムの中に入ったみたいだね。あ、ダークフレームたちもいる。ルッド君もいたよ。すっかり仲良しさんだね。火山も噴火してたりワクワクしたよ。それにジオラマの中にはいろんな動物さんがかくれんぼしてたんだ。ルッタ君は、みんなはルッタ君がどこにいるかわかったかな？正解はここでした。あ、ルッタ君見つけ。みんなもアニアキングダムを見ていろんなアニアで遊んでみてね。僕たちが実況している動画もあるから一緒に楽しんじゃおう。クイズタイム。ステージの途中から出てきた恐竜の名前は何だったでしょう？1. ダークルッタ、2. ダークフレーム、 3. ティラノフレーム、はい、バナナフレーム。そうだ、バナナ。グーモリーン。最後まで見てくれたお友達にルッタ君と僕の塗り絵をプレゼント。概要欄のリンクからダウンロードして印刷してね。ルッタ君と僕はどこで遊んでいるのかな？想像しながら描いてみて。ハッシュタグアニキン塗り絵で僕たちのコミュニティ遊ぼうサンサンキッズや Twitter やインスタに投稿してくれたら嬉しいな。みんなのアニキン塗り絵待ってるよ。みんな困れる。サンサンとクモリンとフリレとピーピーです。今日はこれ、冒険大陸アニアキングダムジャイアントアクションツリー。仕掛けがいっぱいのアニアたちの住処だよ。ここのボタンを押したら、ちょっと待って、それは最後のお楽しみ。気になる。僕がルッド、僕はシルバー、私はハート、僕はエディ。レッツプレイ。イエーイ。ハート早いよ。二人ともいいスピードだぜ。うち疲れたわ。そういえばこの辺には休める場所がないぜ。ゆっくり休める場所が欲しいわ。それなら、じゃーん、こんなおもちゃがあるよ。ピンクのツリーだぜ。これを組み立てて休む場所を作ろう。賛成。まずははしごからツリーのデッキ部分にセット。見てみ、スライダーもあるわ。おー、アメイジング。次はこっちの葉っぱを開いて、この木とツリーをつなぐようにツタをつけるよ。ちょっとこの穴見てや、うちの寝床にぴったりや。ぐーぐー。わっ、本当に寝るんかい。最後にエレベーターをセットしたら完成。おっしょー、パラダイス。早速みんなが休みに来た。ここはもういっぱいだよ。おいおい、喧嘩はダメだぜ。ツリーの裏にも休める場所があるから、ここも使ってよ。うん、ありがとう。そういえばシルバーはどこだ？探しに行こう。賛成。シルバーを探すんやろ？うちに任せとき。はしごで上に行くんだね。落ちひんようにゆっくりな。俺はここで一休みだ。落とし穴がある。落ちひんように気をつけてな。ここにはいないみたい。エレベーターで上に上がろう。うん。うわー、どこにも落とし穴。こんな高いとこから落ちたら大変やぞ。こっちにはおらんか。おーい、シルバ。上に行ってみよう。ティラノサウルス。バカ、スピノサウルスとカルノサウルスや。どうなってるんだ。ノイズ様参上。今からこのツリーは俺様のものだ。わっ、なんだって。そんなあかんわ。うせー、今すぐ出て行け。
取り返すぞ。どうやって？みんなで力を合わせるの。よーし、やったろ。行くぜ。快適快適。おい、俺たちの住処を返せ。なんだ、お前たちか。やーなかった。おい、勝手に登るな。恐竜たち、やっちまえ。上まで連れて行って。ありがとう。スピノサウルス、やっちまえ。かかってこい。あかん、危ない。えい。なに、さすがルッカ。これで終わりだな。そうはさせへんわ。こっちへ来るんや。ハート、何する気だ。おりゃー、ハート、ナイス。ヒヤヒヤしたぜ。なに、いやー、キャッキャッキャ。油断してるとこうなるぜ。2回も落ちたやないか。ボスとか勘弁だぜ。俺の仲間に手を出すな。シルバー、それ以上ルッテに近づくな。なに、まだやるか。今日のところは諦めてやるぜ。うん、助かった。シルバーは葉っぱに隠れてた。くれてありがとな。どういたしまして。みんな戻っておいで。平和が戻ってきたぜ。なあなあ、みんなでエレベーターで遊ぼうや。いいね。よし、シルバ頼むぜ。オッケー。わー、今度は俺が。そうだ、いるのかい？バナナだ！
これを持っていけばいいんだね。ありがとう。じゃあ早速行ってきます。さてと、まずはアンキロサウルスの崖だね。おーい、ちょっとお願いがあるんだけど。うわー、びっくりした。あ、そうだ、ねえねえ、バナナあげるよ。喜んでもらえてよかった。え、お礼に協力してくれるの？ありがとう。じゃあ一緒に行こう。次はプテラノドンの岩場。ねえねえ、バナナあげるから協力してくれない？うわー、オッケーってことかな。ありがとう。じゃあ次行ってみよう。最後はここ、ティラノヘッド。お邪魔します。ギャーギャー、もうびっくりしたよ。ねえねえ、僕に力を貸してくれない？やったー、ありがとう。よし、じゃあ早速シルバーティラノサウルスのところに行くぞ。やい、もう一度戦え。ふん、何回来たって同じだ。来い、今度は私が相手だ。よし、みんな行くぞ。ふん、何体で来ようと負けんぞ。バトルスタート。王者の座をかけて勝負がしたいと。
これは事件です。なんとなんと動物のトミカたちがホワイトキングゴリラさんに勝負を挑みました。この私に勝負を挑むなど。ならばジャンプ対決で勝負だ。さあ始まりました、ビッグホールマウンテン王者の座をかけたジャンプ対決です。それではルール説明をお願いします。ルールは簡単、滑ってジャンプだ。なるほど、日本をお願いします。行くぞ。まずトロッコに乗る、そして飛ぶ。ただいまの得点7点。まあまあの点数だな。一番点数の高い線まで飛んだやつが勝ちだ。ホワイトキングゴリラさんは王者じゃなくなってもいいんですか？もちろん、私の得点を超えられないものに譲る気はない。だが超えられたものには元王者としてきっぱりとこの座を譲ろうと思う。なるほど、かっこいいですね。それでは選手の紹介です。ティラノサウルス、ライオン、パトカー、ランボルギーニかかってこい。最初はティラノサウルス選手です。頑張ってください。レディーゴー。岩石が落ちてきています。気をつけて。言い忘れていたが、ここは山だから岩石が落ちてくる。当たらないように気をつけるんだ。ホワイトキングゴリラさん、そういうのは先に言わないと。すまん、まさかの岩石が落ちてくるというハプニング。ティラノサウルス選手の結果は5点です。なかなかいいジャンプだったのではないでしょうか。では次はライオンだ。これ僕のセリフ。おほん、続いてはライオン選手です。ティラノサウルス選手の記録を超えられるのか。レディーゴー。どんな、岩石にも当たっていないな。さすが百獣の王だ。気になる点数はなんと8点です。ティラノサウルス選手の点数も大きく超えました。これで私の王者引退は決まったか。これは激しい戦いになりそうです。それでは次はトミカたちの出番だ。だからそれ僕のセリフ。さあトミカたちは記録を超えられるのでしょうか。おっと、トミカたちはトロッコを使わないようです。一体どうなるのでしょうか。頑張りたまえ。それではランボルギーニ選手の挑戦です。レディーゴー。岩石が落ちてこないぞ。そういうこともある。どんだー。なんとなんと線の外に出てしまいました。これはどうなるんでしょうか。点数の上に乗っていないから失格。なんと場外に出てしまうというハプニング。勝負はどうなるのでしょうか。最後はパトカー選手の挑戦です。最後のチャレンジャーだな。頑張りたまえ。レディーゴー。岩石が落ちてきています。いけいけいけ。5点まであと一歩だったな。結果は4点です。これで勝負は終わりました。順位の発表です。ホワイトキングゴリラさんお願いします。1位ライオン、2位ティラノサウルス、3位パトカー、4位ランボルギーニだ。ライオン選手おめでとうございます。おっと、選手たちはただいまの結果に納得がいってないようです。最終決戦だ。行くぞ。コースチェンジ。完成だ。ハイスピードスライダー。おお、かっこいい。では早速始めましょう。ではティラノサウルスから。だからそれ僕のセリフって。まあいいか。では行きますよ。レディーゴー。早い。記録はギリギリ5点だ。
レディーゴー。素晴らしい。今回も岩石に当たりませんでした。記録は6点だ。おっと、先ほどの点数よりも低い。悔しそうな様子です。次はランボルギーニ。先ほど線の外まで飛んでしまった選手です。今回は大丈夫でしょうか。レディーゴー。記録は4点だ。スピードはとても良かったですね。岩石が落ちてこなかったのもラッキーだったな。では最後にパトカーだ。今の最高点数はライオン選手の6点です。さあこの記録を超えられるか。レディーゴー。いいスピードです。記録はこれは3点だな。1位の6点は超えられなかった。残念な結果になりました。それではこれで全ての選手が飛び終わりました。では結果発表だ。おパンダじゃないか。どうした。なになに。近くで見ていて楽しそうだったから自分たちも飛びたい。もちろんいいとも。おっと、ここでまさかのコパンダが勝負に参加。一体どうなるんだ。コパンダさんたち、準備はいいかな。レディーゴー。なんとなんと、本日最高得点です。10点です。うむ、そしたらこの子たちが新しい王者だな。なんと新王者が決定しました。ビッグホールマウンテンの新王者はコパンダです。一番高い点数まで飛んだやつが勝ちと言ったじゃないか。それにみんなで助けてあげればいいだろう。ふむふむ、選手たちも納得したようです。それではこれにて新王者決定戦は終了です。次回はあるのでしょうか。クイズタイム。1回目の勝負でティラノサウルス選手の次に飛んだのは誰でしょうか。1パトカー選手、2ランボルギーニ選手、3ライオン選手。僕はもちろん。そうだ。お絵かき。Thank you.